はい、始まりました。本日なんですけど、今年の元日に能登半島地震が起きましたよね。能登半島地震で被災された方々、今も大変な状況にある方、本当に苦しいと思います。ご家族や友人を亡くされた方がいたり、僕も毎日報道を見るたびに胸が締め付けられています。安易に発言することもできないんですが、起きてしまったことに対して次に生かしていくことも非常に大事だと思うし、ここで逆に学ばないと失礼だと思うので、災害対策のプロの意見ではないですが、ミニマリスト的な観点から今日はお話しさせていただきます。やはりどの地震でもそうなんですが、大きな家具が倒れている、大きな食器棚、そこに入っている大量の食器、ガラスなどの割れたものが足元に散乱すると、行く手を阻むし、裸足やスリッパなどでは危険だなと感じます。やっぱり大きな家具やガラスのデザインが入ったような家具はね、そもそもやめていくのが、災害対策としてはいいかなとは思います。地震が発生した最初の段階で助かるためには、水や食料の準備などはとても大事ですが、むしろそれよりも家の中に危険がないか準備することの方が、そもそも整えていく方が重要な気がしました。こういうことはあまり伝わらず、食料の方は準備しといた方がいいですよってテレビでは言うけど、家具を固定してくらいしかあまり言いませんよね。ミニマリスト的な意見を言うと、逃げる時点で大変だよねって思うような内装や家具の配置になっているのかなと感じることがあります。地震が発生した時にいろいろ倒れてきて出口が塞がれてしまう、ガラスや踏んだら危険な食器などがたくさん足元に散らばっていて一歩が遅れてしまったら、そう考えるとそのリスクを少なくしていくことが重要だと思いませんか？テーブルの下に隠れるのはいいけど、それを倒して壊してしまうようなものがあれば危険だし、そもそもすごい震度の地震が来た場合、家が崩れてしまう可能性がかなり高いので、2階から崩れて生き埋めになったら本当に危険だと思うので、家から出た方がいい可能性が高いと思うので、家の中の環境、逃げ道の確保はかなり重要になってくるんじゃないかと思っています。震度7レベルの地震が来た時に家具を突っ張り棒で固定することが果たして意味があるのかと考えるくらいなら、そんな高さのものはそもそも危ないからやめておいた方がいい。すべての収納に対して上の方にしまうのをやめるか、高い場所に置くものは軽いものにする、落ちてきて当たっても危なくないようなものにするとか、重いものは下の方に置きましょう。かなりシンプルなことなんだけど、こういうこと発信する方もいないと思うし、よく考えればわかるんだけど、危険な状況がまだそのままになっている家ってのは多いと思うので、地震が起きる前からできることは本当にあると思います。今までにも大きな地震ってのはあったけど、いつか見直さないといけないなら、もうすぐ来てしまうかもしれないし、自分のところは大丈夫と思わずに対策を講じるのがいいと思います。そのくらいのことが生死を分けるくらいなら、大切な家族を守ることになるなら、あの時あの人危ないって言ってたなぁと思うくらいなら、それならやっておいた方がいいと思います。自分は静岡に住んでいて、南海トラフの地震とかもう生まれた頃から地震がいつ来てもおかしくないとは言われていたし、大きな地震が来るという予告をされているので、どうしたらいいのかを常に考えてきました。自分の家は大丈夫だけど、そうでない方、家族がいる方にとっては必要なものの数も多かったり、必要な家具も違うとは思うので、危険な場合は対処していきましょう。今日はミニマリスト的な観点から災害対策をお伝えさせていただきました。能登半島地震を経験された方を思い、支援することはもちろん、被害に遭われた方以外の人が何も考えずにいることなく災害時に生かしていくこと、そんなことも災害に遭っていない僕たちにできることではないのでしょうか。僕は最近では能登半島地震の募金箱があれば入れるようにしています。少しでも力になれるようにみんなで協力していきましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。